自然を汚した人間はどう生きればいいのか。救いとか答えをですね、宗教に求めてしまった。祈ったら不快が元に戻りまっか。毒に毒された宗教が元に戻りまっか。飽きまへんやろ。そうとこって不快を焼き払るってなんぼですがなっていう、くしゃなの考え方が実は遺物論であって、人間は神を殺して生きていくしかない。これが烏シ御前、物け姫の時のテーマだったんですけども、それに対してタカが見つけたのはですね、人は神を殺してしまう。それが人の現在である罪であると。だからその 自分たたちが殺した神といいいうのをななくてはいけないようやっとここまで語れるようになったんですけどこの「もののけ姫」が作れるようになったのは宮崎駿の師匠であり親友でありライバルでもあった高畑勲ですね高畑勲はですねナウシカのことをですね30点というふうに言って、ね、100点満点で30点の映画というふうに言ったんですよでまあ宮崎駿自身が永遠の憧れであって頭が分からなかったでおまけに高畑勲っていうのはですねナウシカのプロデューサーも務めたんですよでその人がで ですね、あのプロデューサーとしては万々歳だけども。 宮,宮,さん宮崎さんの実力とすれば30点だって、かなり低い評価をつけたんですね。この理由をですね、まあ、ある有名な漫画の一節をですね、例にしてちょっと説明しています。まあ、もう一つ高畑からだダメを出されたポイントがですね、えー、もっと深刻なんです。今のはスケジュール的な問題、いわゆるプロデューサー的な問題なんですけど、次は内面的な問題でですね、高畑磯にダメを出されたと。何かっていうと、ナウシカっていうのは、えーとですね、神の救いがテーマになっちゃってる。 ことなんですね、えー。自然を汚した人間はどう生きればいいのかですね、えー。この自然を汚した人間はどう生きるのかっていう救いとか答えをですね、宗教に求めてしまったんですね。で、アニメ版のナウシカではですね、まあ、漫画版では違うんですけども、不快とかオ応ムというのは勝手に生まれたんですよ。どういうことかっていうと、大自然が海を汚し、空気を汚し、土を汚した人間の過ちを大自然が なんだろうな。なんとかフォローしてくれた。救いを救ってくれた。だから、勝手に、不快が生まれて、オウムが生まれて、その結果もう一回清い大地が帰ってくると。これって、大自然っていうのは神様と言い換えても同じじゃないかと。いわゆる一神教的なキリスト教っていうのはアニミズムの世界で言い換えてるのと全く同じじゃんと。これはあの、自然を神、神と自然を入れ替えていってるだけでですね、人間は愚かだけど、神は偉い。 神は救いを用意してくれてるのと同じように、人間は愚かだけど、大自然はすごい、大自然は救いを用意してくれてると、そういう話になっているだけだと。人の罪を救ってくれてると。キリストは人の代わりに十字架にかかったと。同じように、不快というのは毒を吸って綺麗な水を作ったと。同じ構造じゃないかっていうのが高畑伊佐の批判なんですね。で、それに対して宮崎駿とか高畑伊佐が若い頃から信じて実践してきたですね、共産主義思想、マルク思想っていうのは、 根本的には神の存在を認めないんですよ。えー、はい。えー、青木雄二さんのですね、漫画のシーンですね。ほな、こうしま子ょう。お父さんの嫁はんが、えー、何秒かかりました。治すのにも大金が必要です。どうしても工面できません。神様どうかうちのか,かかを助けてください。神祈ることで治りまっか。 いや、それは、そうでしょう。必要なのは神や脳て、金と医者ですがな。って、ポンとここで、ホワイトボタンに遺物論って書いて、つまり、神がおらんちゅうことを前提に物を考えると、物事の本質がすっきり見えてきます。これが遺物論ですわ、というですね、世界で一番わかりやすい遺 <laughs> 物論講義なんですけども、まあまあ、遺物論というのは本当にこ、これで合ってるのかどうかと僕もよくわかりませんけども、この世界観なんですよね。あの、 なんだろうな。超自然的な歴史の流れとか大自然とかですね、神という抽象的なものをですね、導入せずに、すべてを、あの、物質的な因果関係のみで説明する。だから、唯物論って言うんですけど、だけで考えようというのがですね、有意物論。だからこれがですね、実は基本的には高畑伊や宮崎駿の世界観であるべきなんですよね。 なので、その、勝手に自然がですね、そこまで破滅的な状況になった時に、勝手に自然がですね、えー、救いを用意してくれたっていうのは。この考えではないんですよ。祈ったら不快が元に戻りまっか。毒に毒された地球が元に戻りまっか。飽きまへんやろ。そうとチって不快を焼き払るってなんぼですがなっていう、不斜なの考え方が実は、唯物論であって、それに対してナウシカはですね。 何もしなくて結果的に森が助けてくれたらよかったねっていうですね、その宗教論を語ってるだけでこういうふうな考え方になるわけですね。で、えー、さらにですね、あの、高畑勲の批判は続きます。じゃあ、カール・マルクス、資本主義に食い物されないよう、マルクスの唯物論の考え方を伝えたいという熱意で、まあまあ、あの、えー、内訳金表土の作者漫画描いてるということを、 書いてたということなんですけど、カール・マルクスです、ね、資本主義の仕組みを分析した19世紀のドイツ、えー、ドイツの経済学者、マルクス主義を受け取りたと。資本主義の高度な発展により共産主義社会が到達する必然性を説いたという,うに書いてます。ポイントなんですけども、あの、 資本主義を否定して共産主義があるというふうに説いたのではないんですね。資本主義が高度になってきて、資本主義が発達すれば発達するほど、その結果として共産主義が来るというふうに説いたわけなんですよ。つまり、不快とか、あの、オウムというのはですね、毒された地球に対して、大自然がですね、あの、もう一回地球を綺麗にしてしまおうというふうになるべきではないんですね。 どちらかというとですね、その、そういうふうにすると、宗教主義的になってくる。マルクス主義で考えるとですね、不快もオームも人間の手によって生み出されなければならないと。高度産業社会の次に大自然が来るのではなくて、高度産業社会が進みすぎるとその結果として不快が現れるというふうにしないと、マルクス主義にならない。 この批判を受け入れて、漫画版の風の谷の直しカではですね、不快の設定というのを後にですね、物論として仕切り直すんですね、宮崎駿は。で、実は不快もオウムも全て産業社会の末期に人の手で作られたものであったという漫画版の設定をマルクス主義としては、ちゃんと仕切り直してるんですよ。だから、割とこの高畑勲のです、ね、2番目の指摘、この風の谷の直しカは宗教、 的であって、マルクス的ではないっていうのは当たってるんですね。で、高畑さんによって、これ、あの、思想的な部分を否定された宮崎駿は、その後、風間隊のナウシカのアニメが終わった後、8年もかけて、漫画の中で、ラストでですね、より工事の絶望へナウシカを持っていくんですよ。どんな絶望かっていうとですね、その、不快もオウムも人間すらも高度産業社会の手で作られたものに過ぎなかったと。 つまり高度産業社会が発展して次の不快になるというマルクス主義的な主観を持ち込んだおかげでナウシカはアニメ版よりさらに高度な絶望の方に送り込まれるわけですね。で以後、宮崎駿はその 人間より大きな力がですね、愚かな人間を救うというドラマを二度と作れなくなったんですよ。もののけ姫でもですね、獅子神、大だらぼっちがですね、死んだ後森は復活するんですけども、それはもののけたちがもともといた原生林ではなくてですね、農民が管理する、いわゆる里山にしかならない,という。こういうですね、こうテーマになってしまう。あの、人間は神を殺して生きていくしかないっていう。これがエボシ午前、もののけ姫の時のテーマだったんですけども、それに対してアシタカが見つけたのはですね、 人は神を殺してしまう。それが人の現在である罪であると。だから、その自分たちが殺した神というのをう敬わらなくてはいけないと。ようやっとここまで語れるようになったんですけど、このもののけ姫が作れるようになったのは、ナウシカを真正面から否定されたからっていうのが、 まあ、あ高畑伊夫がですね、宮崎駿の師匠として、まあ、すごいところでもある。もう本当にあの二人は、なんか二人で一つというですね、クシャナとナウシカのようなものだというふうに思います。<laughs> 岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。